デルタウィングとは、アメリカのデルタウィングレーシングカーズが開発した、オープンボディプロトタイプレーシングカーである。初期は、インディカーシリーズ、後に、ルマン24時間レースへの参戦を目的に、開発された。プロジェクトが発足したのは2009年。当時2012年用のマシンの案を募集していた、インディカーシリーズに、チップガナッシュレーシングの援助を得て、 マシン案を提出したことで存在が明らかになる。翌年の2010年2月にはシカゴオートショーにてプロトタイプが披露されたが主催団体のインディカーは2012年用のマシンをダラーラが提出した案で制作することを決定したため結局インディカーシリーズのマシンには採用されなかった。デルタウィングのインディカープロジェクトは成功しなかったが新たにオールアメリカンレイサーズ 2010年まで LMP1 でアキュラ a r x 0 2を走らせていたハイクロフトレーシングイムッサのオーナーであるドンパノスと共同プロジェクトプロジェクト56を指導再スタートを切った。これはルマン24時間レースを主催するフランス西部自動車クラブが2012年から始めるカレージ56を利用しルマニへの出場を目指すものである。 2012年3月1日にバトンウィローレースウェイパークで初走行を行った。2012年3月13日、プロジェクトに日産自動車が参加することが明らかになった。エンジン供給の他チーム自体のスポンサーも務め、ルマンには日産、デルタウィングのエントラント名でエントリーした。さらにドライバーには日産に馴染みの深いミハエルクルムと元山明、そして ハイクロフトレーシングで活動するマリーのフランキッティの3人が起用された。2012年8月にはインディカーシリーズの開花テゴリーであるインディライツが2014年から採用する新写真の候補の一つとしてデルタウィングを検討していることが明るみに出た。側面から見たデルタウィング設計はモトローラカーズの設計士であるデルタウィングレーシングカーズのベン・ボールビーが担当。 少し見ただけでは三輪車と見間違うような三角形の斬新な車体形状が特徴的である。これは空気抵抗を低減しドライバーの安全を確保するためのデザインであるという。一般のプロトタイプレーシングカーに装着されているような前後のウィングはなく代わりにリアに直線走行安定用の垂直フィンを装備している。ダウンホースは 車体仮面のベンチュリ構造で生み出される。このようなボディデザインとなった結果、車体全部のトレッドは、後部と比べて、約3分の一と極めて狭くなっている。重量配分が、約3、7と極端に後ろ寄りになっており、ほとんどのコーナリングホースが後輪で発生する。ミシュランが供給する、特製フロントタイヤは、幅が10センチメートルしかない。 設計上フロントが一輪でも問題なく曲がることができるがパンクした時の安全性を考慮して2輪にしている。ボディにはドンパノスが所有するエランモータースポーツテクノロジー社が製作した新素材リサイカブルエナジーアブソービングマトリックスシステムが使用されている。これはティーグリスと呼ばれるミリケンカンパニー社が製作したポリプロピレン製の新素材に イームティで使用されていた、いくつかの素材を組み合わせて作られたものである。ボディカラーは、インディカーのプロトタイプが、シルバー、ルマン参戦発表時は赤、実践仕様では、黒一式にペイントされた。車体の登場部のモノコックは、アストン・マーティン・アムール1のものを流用している。また、エンジンとトランスミッションはどちらもストレスメンバーとしては、使用されない。 インディカーとして登場したモデルとルマン用にデザイン、し直されたモデルとの違いは、端座から、並列副材の改装、タイヤハウスの有無、ライトの有無、垂直尾翼の形状の違いなどである。2012年型のデルタウィングルマン用のエンジンは、前述の通り日産から供給を受け、日産、重工に搭載される1.6リットル直列4、気筒直噴ターボエンジンをベースにレースチューンにしている。 エンジン出力は300馬力と高くはないが、車両重量が 420kg と軽量であり、また CD 値がオープンボディであるにもかかわらず0.24と低く抑えられている。インディカーシリーズへの挑戦の際には、2011年までのマシンの半分の馬力、燃費で時速235マイルの周回を実現できるとしていた。ルマンにおいては、 LMP1 クラスと LMP2 クラスの中間の走行性能と予想されていたが、2012年の予選結果は3分42秒612で予選29位にとどまっており、今のところ LMP2 クラスでも改程度の性能しか発揮できていない。2012年のルーマン24時間レースでカーナンバー0番をつけ、商店街参加としてデビューした。 マイナートラブルに見舞われながらも6時間余りを走行したが、セーフティカー明けのリスタート時に LMP1 のトップ集団に道を譲った際、中島和隆が乗るトヨタ TS-030 ハイブリッドと接触してコース外に弾き出され、ウォールに接触。ドライバーの本山が修復を試みるもののダメージが大きく、そのままリタイアとなった。本山はこのコンセプトは、 モーターレーシングの将来に大きな可能性を投げかけたとコメントした。続いて、同年10月21日には、ロードアトランタで行われたアメリカンルマンシリーズのプチルマンに参戦。予選では10位相当のタイムを出しながらも、商店街という理由で決勝では最高尾スタートとされたものの、決勝ではトップから6周遅れの総合5位にまで上がってレースを終えた。2013年は、 前年にプロジェクトに参加していた日産、ミシュランの2社がプロジェクトは一定の成果を上げたとして離脱。このためエンジンはマツダエンジンをエランモータースポーツがチューニングした2リッターターボを使用することになりタイヤもブリジストンに変更された。2013年のセブリング12時間レースに参加したがスタート2時間ほどでエンジントラブルでリタイアした。 レースには発表された屋根付きのクーペではなく、前年と同じく屋根なしのオープンカーの車両で参加。パノスとたとを分かった日産が2013年ルマンに参戦させたザウド RC について、パノスはこれをデルタウィングの情報を漏えいし、私的財産権を侵害するものとして訴訟を起こした。この裁判は2017年現在も決着はついていない。ありがとうございます。